その時のことを詳しく聞きてえが。平次は畳の上に膝を立てました。いつもはまず死骸を見て、その周囲の事情と時間の関係を考えて、それからいろいろの人の調べにかかるのですが、今日はお勝手から入った道順と美濃和の満七の調べた跡をそのままたどる上等手段を嫌ったのと、幼友達の身の上を頼んだ女房のおしずの意向を考えて、まず嫁のおせんから調べを始める気になったのです。夕べの5つ過ぎ、私は2階の私たちの部屋でタンスの中などを片付けておりました。3日前の花見衣装が干したまんまでまだよく片付いていなかったんです。すると下からお稲どんがあの人を探しに来た様子です。いつものことでおさいさんがあの人を呼び出しに来た様子です。でもあの人は町内の桜湯へ行ったばかりでした。平次は黙ってその先を促しました。あの人はいつも長い方だけれど、それでもゆんべは長すぎるし、おさいさんのことも気になるから、そっと下へ降りて行っておさいさんの部屋を覗くと、その時の凄まじさを思い出した様子でおせんは絶句してしまいました。そこには誰もいなかったのか？誰も。でも窓は開いておりました。いい月で。明かりは？明かりはなくても、窓際の畳の上に突っ伏したおさいさんの様子はただごとでないと分かりました。血は？何にも見えなかったようです。ご親族とおさいさんは随分仲が悪かったようだな。おせんは黙ってしまいました。二人の激しい争いは平時にもよくわかるような気がするのです。窓の外の桜を眺めながら、いとこ同士ではあるにしても女房持ちの新太郎を自分の部屋に呼ぶ態度は容易ではありません。平時は何度の外に出ると、人々の立ち騒ぐ声を知るべに廊下の少し先を西へ回って、おさいの殺された部屋を覗きました。そこには主人の池田や八郎兵衛をはじめ、せがれの新太郎、新太郎の姉のおせい、美濃和の満七まで顔をそろえてご検死を待っているのでした。もう昼近い日差しですが、その頃のご検死は手間取ったもので、それが済むまではお弔いの支度もできず、人々はただざわざわと騒ぐだけ。ご近所の衆は一応顔を出している様子ですが、かかりうどで当園のお谷が一手に引き受けて、お勝手と今でそれに応対しております。銭形の親分、おせんは人などを殺める女じゃございません。平次の顔を見ると、飛びつくように言うのはせがれの新太郎でした。青白い華奢な若者で、なるほどいい男ぶりには違いありませんが、決して頼もしそうではなく、痛々しい感じさえするのです。とんだことで。平次は当たらず触らずに挨拶しました。そうしていざり寄るように顔だけ隠したおさいの死骸を調べるのです。23の新太郎と同じ年、利口すぎて行き遅れたという、それは一角の美人です。いとこの新太郎を深く思いながらも、自尊心と痩せ我慢に引きずられて縁談まで断り続けてきたくせに、新太郎が飛鳥山の花見でおせんを見初め、恋煩いまでして祝言をすると、急に自分が裏切られたような気になって、恥も外聞もなく新太郎にへばりつき、花嫁のおせんまでも敵のように思った23の賢すぎる女の死に顔を、平次は痛々しい気持ちで調べました。ひどく血の気を失っておりますが、細表のきりりとした女ぶりで、化粧の濃さも尋常ではなく、夕桜を眺めながら自分の部屋の窓で新太郎の来るのを待った横島な誇りは、この凄まじい死に顔に一種媚びにも似て、怪しい表情をこびりつかせております。刃物はこれですね。平次は死骸のそばに置いた合わせカミソリを取り上げました。他に何にも道具はなかったようで。主人の八郎兵衛は消極的に肯定します。カミソリは二丁ともよく使い込んだもので、背と背を合わせて元入りでキリキリと縛ってありますが、半々たる液血が
にかわのようについて見るからに不気味なものです。日本風のカミソリは峰が高くなっているので、振り回したところで薄手を負わせるだけ命取りの凶器にはなりませんが、背と背を合わせてしまった二丁カミソリは使いようによっては合口のように鋭利な凶器になるのです。その代わり合わせカミソリは凶器以外には使い道がなく、死骸のそばにこれが落ちていればまず間違いもなく殺しと断定してよいわけです。このカミソリの持ち主は？平次は左右を顧みました。不思議なことに二丁ともおさいの持っていたものです。一丁は自分ので、一丁は私のカミソリで、古くなって使わずに置いたのを研ぎ減らしてかえってよく切れるからと私からもらって自分で使っておりました。黒いもっといはこれは誰か使っている人があるでしょうね。平次は合わせカミソリを祝えた黒もっといを指摘しました。もっといは白いのが通常で、黒いもっといはめったに使うものではなく、それでカミソリを縛ってあるのが異様に目につきます。おさいさんのですよ。あの人は若いくせに中剃りがひどく上げているので、若い祝いに黒もっといを使っております。姉のお清が説明してくれました。女でなければわからない消息です。2階のお部屋からおせんさんが誰にも見とがめられずにここへ降りてこられるでしょうか。平次はもう一度主人の八郎兵衛を顧みました。それはできないこともありませんが、八郎兵衛は考え考えこう言いました。おさいさんはこの頃若旦那に何かせがんじゃいなかったでしょうか。さあ隠さずに打ち明けてください。大事なことですから。死ぬとか生きるとか人困らせなことを言う人でした。でもおさいはいつでもその調子で、芝居気が多いからあまり気にもしなかったのです。若旦那の慎太郎はしぶしぶこう言うのです。それで大方わかりましたよ。美濃屋の親分には気の毒だが、おさいさんを殺したのは嫁のおせんさんじゃありません。何を言うんだ銭形の。平次がズバリと言ってのけると、美濃屋の万七は顔色を変えて詰め寄りました。おせんさんが2階から降りてきて廊下から入ったとすると、おさいさんは窓に後ろ向きにもたれていたはずだ。窓の外の桜なんか見ていたわけじゃねえ。若旦那の慎太郎さんが入ってくるのを廊下の方を向いて待っていたんだろう。そこへ前から来て喉笛をかききれや、下手人は体いっぱいに返り血を浴びなきゃならねえ。おせんさんにはそんな様子もなかった。それにおさいさんは仇同士のおせんさんに前から切りつけられるのを待ってるはずはねえ。たったそれだけのことで？いや、まだある。平次は万七の言葉を抑えて静かに解き進むのです。第五章。おさいはいとこの慎太郎が町内の桜屋から帰ってくるのを窓枠に背を当てて廊下の方を向いたまま自信に満ちて、そのくせワクワクした心持ちで脇目も振らずに待っていたのです。こんな時おさいのような若い女の心には、後ろに展開する桜月夜の美しい景色も目に入らず、庭から忍び寄るくせ者の足音にも気がつかなかったでしょう。その不安と緊張をないまぜた焦げつくような瞬間、窓の外なるくせ者に喉笛をかき切られたのでしょう。死骸はやや斜めに前のめりに倒れており、獅子雄はおさいの前半身を浸して部屋の半分を染めておりますが、うち中の者には返り血を受けた者が一人もなく、平次の言葉を証拠立てるのです。そんなバカなことがあるものか。おさいを恨んでいる者は嫁のおせんのほかにはねえぜ。そのおせんが2階から降りてそっと外へ回る手だってあるわけじゃねえか。美濃屋の万七は四角な顔を精一杯かくばらせて抗議するのです。そいつは一応もっともだが、店にはご主人はじめ大勢いるから表のはしごから降りて店からは庭に回るわけに行くめ。裏はしごを岡手口へ出る手もあるわけだが、岡手口の関所にはまだ宵のうちだとすると、下女のお稲と係人のお谷さんがいたはずだと思うが。平次の言葉の終わらぬうちに、
私とお稲はまだおしまいをしておりましたが、お勝手口からは誰も出たものはありませんよ。かかりうどのお谷はしかとした調子で言うのでした。地味な木綿物、前掛けだけを外して髪形も投げやりの太っちょで鼻が低くてなかなかの不器量ですが、正直者らしい好感の持てる顔です。ところでもう一つ、みんなに聞きてえが、このうちで物を目くら結びにする癖のある人はねえだろうか。紐でも風呂敷でも結び目にうっかりその癖の出るもんだが。おさいさんですよ。あの人は利口で器用なくせに、ひどい左利きを直したそうで、うっかり物を目くら結びにする癖がありました。慎太郎の姉のおせいは廊下にはみ出した人の中から答えました。28の出戻りで気の強そうな年間ですが、慎太郎の姉だけになかなかの器量です。器用なくせに目くら結びの癖があった。ありそうなこったな。利口もんで佐伯走った人にかえってそんな妙な癖があるもんだ。この通り。平次は血潮に汚れた二丁カミソリを取り上げて、その絵と絵を縛った黒もっといを見せました。幾重にも幾重にも巻いて固く二箇所で縛ってありますが、その結び目は二箇所とも醜い目くら結びになっているのです。そんなバカなことが。万七は肩をそびやかしました。再起走って勘の強い人間、増上マンでたしなみの悪い人間に、そういった妙な癖や落ち度のあることは、そういう万七にも分かっております。これは他のもんが真似ようとしても、よっぽど落ち着いてやらなきゃできねえこったが、その二丁カミソリをどこへ何をする気で用意したのか。平次は自分へ問いかけるのです。下手人は嫁のおせんではないと分かっても、では一体誰がおさいを殺したのか。さすがの平次もはたと行き詰まってしまいました。ちょいと親分。八五郎の顎が廊下の薄暗いところから招きます。どうした八？親分が万七親分と渡り合ってる間、あっしはあっしなりにゆんべのみんなの動きを調べてみましたよ。そら大層気の利いたこったな。どんな具合だ？二人は人の聞くのを避けてはしごの下の余剰に入りました。昼近い日もここまではささず、薄暗くて妙に湿っぽい部屋です。驚いたことに、ゆんべおさいが殺された五つ時分に確かに下手人でねえという証を立てられるのは、主人の八郎兵衛とかかりうどのお谷のたった二人だけですよ。それは本当か？主人は店から動かなかったし、かかりうどのお谷はお勝手から動かなかったことは確かで、あとは下男の喜七は急の注文があって隣町のお得意まで酒を持って行っているし、でっちの品吉は店から出たり入ったり、四半時とも落ち着かねえし、若旦那の慎太郎は町内の桜屋へ行ったというのは大嘘で、番台でも見かけなかったそうだし、下女のお稲は忘れた洗濯物を取り入れたり、ゴミ箱へ行ったり、お勝手に落ち着く暇もなかったというし、それから慎太郎の姉のおせいはしばらくの間どこにも姿を見せやしません。嫁のおせんは、そらわかっているが、不思議なこったな。気を揃えて変な素振りのあったのは、ともかく若旦那の慎太郎をここへ呼んでくれ。いろいろ聞きてえことがある。